はいどうも、今回はルークの対エド戦向けの詐欺飛びを紹介していきます。エドなんですが、まあ、新キャラとして来たんですが、エドの弱点として、切り返しの無敵技が全部発生が遅いんですね。でそこが弱点で、発生が遅いがゆえに、詐欺飛びしやすい場面っていうポイントがありまして、で、まあ、発生の遅い無敵技しかないっていう、まあ、エドに対してしか強い、まあ、他にもキャラいるんですが、けどアキとか多分ザヌゲーフもそうだと思うんですけど、まあ、今新キャラなんで、まあ、エドでちょっとやっていきます。まずなんですが、中段のアベンジャーからの派生のインパラーですね。インパラーの後なんですけど、これユーリフレーム38なんですが、これ38ユーリでも、詐欺飛び可能です。で今ジャックサイコアッパーにしてるんですが、ダウンリバーサルでジャックサイコアッパーに出るようにしているんですが、これね実は、サイコストームやサイコチェンバーも、無敵あるんですが、それらよりね なぜか同じ発生なのに若干こっちの方が詐欺飛びされづらいんですよ。1フレームぐらいだけなんで、とりあえずサイコアッパーでしらやっていきますね。これ詐欺飛びできます。で、有利フレームが、まあ、38なんで当然こういう風にガードをせられます。これ結構中段が当たった時に攻め継続しやすいっていうのは結構な武器になると思います。じゃあちょっと試しにじゃあサイコセンバーでやってますね。これサイコセンバーもう実はこれ余裕でガードできるんですよ。これ発生10で遅いんですよ。これサイコストームもそうなんですけど遅いんですよ。これこんな感じで余裕なんですよ。でサイコアッパーがちょっとだけ詐欺飛びしづらくなって発生が同じなのになぜかなんですけど、でまあそんなことで、そんな感じで、あともう一個紹介するのは、まあ、これがあって、あとは、下段指導コンボ、いや小技指導コンボですね。でこの後の詐欺飛びですね。これ最速の、ジャックフラッシュナックで追撃して37フレーム有利が取れているんですが、この有利フレームでも、詐欺飛び可能なんですね。これ結構ね役に立つと思います。まあ、この大体この2つですね。あとは、ちょっとあるにはあるんですが、使う必要がないっていう感じがあるんで、まあ、例えば、普通だったら、間違った。普通のキャラだったら、まあ、こういうのから、これ発生5フレームでもいけるんですが、ここまで、まあ、エドに関して、まあ、こういうのもまあ使えますね。あとは、これ、壁、バウンドした相手に、まあ、これなんですが、ちょっとギリギリダメなんですね。壁張り付きこれで42フレーム有利なんで余裕できます。まあ、そんな感じでですね。あとは、まあ、発生が遅いっていうのを、あの切り返しがの発生が遅いっていうのを利用して、例えばこっからの詐欺取りとか狙えなくもないですね。EX フラッシュナックル、こういう感じでもう体感でやる詐欺飛びなんですけど、そういうのも狙いやすくなると思います。一瞬歩いてっていう、そこまでして詐欺飛び狙わなくてもいいかもしれないですけど、これ歩き方によってはまあこういう体感でやる先というのを相手の、切り返しの発生が遅いとやりやすいですね。というわけで江戸向けの、江戸やマーキとかもそうだと思うけど、江戸向けの、詐欺飛びの紹介でした。以上、ご視聴ありがとうございました。